はいどうもクラギです。ということですね、今回なんですけども、将来的におそらくアーティストになるであろうと思う選手、まあ、もちろん願望もこもってるんですけど、まあ、その選手、使ってリアタイやっていきたいと思います。でね、体調の方だいぶ良くなりました。はい、まあ味覚はねまだ戻ってこないんですけど、まあこうやって元気に、まあ、元気にかわからんけどまあ撮影できるぐらいには戻ったんで、もう大丈夫です。で、明日アップデートが入ってくるんで、おそらく実質第4弾だと思うんですけど、まあその中にね、マークの名前があったんで、ワンチャンマークなんじゃないかと。まあ巷では若干言われてますね。まあ、C 表記の B 曲がりのあの、通信のマークに来たら、ちょっと面白いかもしれない。スプリットもちょっと大きいやつね。で、あと、コナミのなんか e スポーツ学院がね、なんか特待生募集してるみたいなんで、俺これ応募してみようかな。e スポーツプレイヤーになりたいし、はい。まあ興味ある方はぜひ。ということで、まあ僕的に将来アーティストになるであろう、いや、なってほしいっていう願望がある選手がこちらになります。こちら広島東洋カープ、マッポー選手じゃないです、末金選手。はい、まあ今ちょっとね、現実の方怪我離脱しちゃって、まあ現実の方ではね試合出てるわけではないんですけど、8月上旬ぐらいに戻ってくるみたいな記事は見たかな。ちゃう、2軍か、あれ2軍復帰で、まあ中盤ぐらいには帰ってくるんじゃないですかね多分。もう末金おらなね、カープ打線結構話にならん状態なんで、早めにちょっとね帰ってきてほしい。プラスもうね、守備はね守らなくていいです。いや普通に守らせたらうまいんですけど、中日戦守備でね怪我しちゃったんで、もう守備頑張らなくていいかなっていう、それぐらい打撃が大事な選手なんで、打球無理に追わんでいい。飛んだら、あ飛んだわって、あのセンター秋山さんに任しといたらいいと思 う正面に来た一歩も浮かんでいいフライだけこうやって取ってくれたらね、はい、それだけでありがたい選手です。この超フルスイングプルヒッター、ハイボールヒッター、なんでプルヒなんでしょうかね。うん、昨年の、まあ、打球方向のデータとかを見てもプルヒッターがつくほどではないんすよね。これなんか去年のデビッドソンでもこういう話した何を元にちょっとプルヒッターになってるかねマジで分かんないんすけど、まあ、なぜかプルヒッターついちゃってると。これしょうがない。ただパワーがゴリゴリ上がる、プラス16かな、で92までいくから、まあスナイパーついてるんやけど俺のやつで、さらにハイボールヒッター高め来たら多分飛ぶぞ。まあけどちょっと高めに絞って振っていくのもありやな。まあなので打順は1番に置いて、まあチャンス持ってるわけじゃないんでね、ちょっと高め絞って、ね、どれぐらい飛ぶのかね見ていけたらなと思います。それでは今日もね純正解です、やっていきましょう。よろしくお願いします。8513052935対戦よろしくお願いします。いや、やばいやばい。勝率767俺。体調不良の時あれ、そうや。4連敗したんやった俺。はい、松田来ました。これは打たなあかん。しかも藤井選手やろ。多分ほとんど高めメインになってくると思うよな。いや、ただ、徳能が強い。全然パワー上がらなかった。なるほど。まあ、外角メインで来るやな。ただこれあれやな。ハイボールヒッター出ないから別に。どこ打ってもええな抜けてお願い、イエーイ抜けへんのかおい、めっちゃいい球来たのに。そう、ご覧のようにもう末金選手ね、将来のアーティスト候補とはいえ、まあ現時点では高弾道やから、まあ広角も持ってるわけじゃないし、結構ねちゃんと捉えな飛ばないけど、俺があの育成中に V ロードとか使ってる感じバカ飛んでたんや。バカ飛んでたから結構期待していいと思う、しようか。まあ、一打席目アウトになっちゃったけど。で、坂倉。え？昨日のあの、オールスターの満塁ホームランを、彷彿とはしないですけど、あれバックスクリーンやったから。ちょっと後半戦、調子ね、上げてほしいっすね。なんか、新井さんも言ってたらしいけど、シーズンで打てよっていうね。ほんまに。今年そんくらいちょっと不調やから。まあ、でもちょっと期待したいな。あのホームランが打てるんやったら。で、その末金選手、今年怪我でね、スタート自体も出遅れて、あ、やばい。試合34試合か、まだ。で、まあ、そんな多くはない中、ホームランもね、6本放ってくれたり、勝負強い打撃してくれたんで、カープの打線の中では、もうほんまに欠かせないバッターにね、早くもなってます。年齢はでも、社会人卒なんで、もう年齢はね、28とかかな。やから、まあ本当にあの30歳から2000本安打ね、積み重ねるようなあの和田路線になってほしいぐらい。そんな選手です。はい、な打った瞬間の感触めっちゃ良かったけどな。まあ若干削られてたしね、むしろ削られて高弾道であそこまで飛んだらまあ十分ということにしとこう。なんかすごいスピード感で強制できたけど。小梅太夫さん対戦お願いします。チクショーの人ですよね、よろしくお願いします。そういえば昨日坂倉さんの満塁ホームラン、オールスターで57年ぶりらしいで。だからとんでもない記録が奇跡のね、タイミングで出たんすけど、あれマジで奇跡よな。だって、その前の渡来選手が満塁でレフトフライ放って、ランナー3塁やったんやけど、足が怪我してるということで、
走れんくて満塁継続からの坂倉が57年ぶりホームランやから超えない。高弾道とパワーヒア、それが一番弱い。うん、外角ストレートが一番弱いから。いやー強い。むしろ健康体な三塁ランナーやったら普通にあの満塁の状況を作れてなくて、その記録がね出てなかったって考えるとマジで奇跡の記録更新になるような。これ超える。よし、 OK。 はい、その坂倉。まあでもね、あっこでやっぱ打ってくれるバッター、打つ実力あるバッターやからね、やっぱただ不調になっただけで、はい外しますとは行くようなバッターじゃないよな。それなりに辛抱しないと。はい外します。てかそのオールスターめっちゃおもろかったな今年。今まで俺が見てきた中で一番面白いオールスターやったと思うわ今年の2連戦で。もうあのドンデとか言ってたけど絶対ボール変えたよなあれ。いやもうほんとボール変えてると思う。飛び方おかしいもんさすがにやばいやろ。だって2戦目6本やろ。1戦目も6本やろ。出すぎやって。2試合合わせて12本出てるってことやろ。これは良くないですね。NPB さん、こっそりボール変えるわ。で、なんか噂によるとね、後半戦から、もうなんか、このボールが使われるみたいな。で、カープのピッチャー陣がオールスターでね、ちょっとあの、ボコられちゃったんで、栗林といい、床田といい。ちょっと後半戦なんか響いてきそうやけどな、色々と。もし本当に飛ぶボールに変わるんやったら、ちょっとなんか勢力バランスが、変わってきそう。どうなんそんなスポーツ。ボール変わるだけで前半戦と後半戦順位変わったらやばいけどな。まあまあ打ち合いの方が面白いですけどね野球は。パリーグが28安打これ新記録更新らしいな。なんか前回はなんかセリーグが20 2か3か4かなんかその辺打っとったらしいけど、なんか大幅に更新したらしい。いやなんかやってないとちょっとつじつまが合わないというか、あまりにもちょっと打ちすぎたから匂っちゃうよね。ちょカット。じゃあ2打席目ですねこれ。ハイボールヒッターと、てかハイボールヒッターしか出てないっす。6対2で負けてる。高め狙いたいけど、いやーでも低めメインできそうやな。いや待って真ん中やったけどこれ真ん中振ってもうたけど普通に入った。まあ極みカープ魂でねマイナスできてるバウアーなんやけど、ちゃんと入ったわ。まあギリギリ甲子園のね、まあ言ってしまうと一番入りやすいところではあったけど、初ホームランやぶね。なんとか打ててよかった。まあでもねもっと飛ぶんよな多分。だって V ロードとかで使ってみた時めっちゃ飛んでたもん。だからまだポテンシャルはまだまだあると思う。はい、ちょっとさっきの試合なんとか変わってきました。また松田引いたんやけど、なんか自チームにすると来やすい説みたいなそんなないよな。はい、全打しきました。92で超フルスイングで、あれは削あのミートは下げられますね。まあでもよ、関係ないからね。もうここまで来るとパワー OK。 いやミート凝縮理論でかっ飛ばそう。なるほど、外角来るよな。フルイッターもんな。いけ、うわいやーでもまあ打ちやすいな。上がらんかったけどね今の。うわーちょっと打ちたかったボールではあるけど、いやクソ。よーし、ラカスカネ走るな走るな、回るんじゃないぞ。よーしよし、走らんでいいから。あのね、守備も走塁も全部せんでいい。もうね、そう犠牲フライでも激闘のサンタナみたいに走らんでいいっす。それを許していいと思うスエカネは。いやえぐい、いやえぐいメヒア。いや俺でもこういう感じで末金選手降格の時もあるからさ、降格期待したんですけどね。フルヒッターってそんなですか。丸やばいな、降格なくてあそこまで打てるから。いや末金選手もやれるはずやで、あんくらいの打球。はい、これつなげば回る。ちょっとラロッカにつなぎに行こう。ヒット打てばまさかの裏で2打席目っすね。打ってくれラロッカ。いや待って危な、ホームランいいな、ホームランいいな、ほんまに。ちょ、もうフラグちゃうってなあ、いつも欲しいところで凡退ばっかするくせに。リアタイにおいてやっぱね低めの方が来やすいと思うんやけどな。あピッチャーによると思うけど、いやこの人てか BD があれかパワカがあるからワンチャン高めあるかもっすね。藤井光栄選手とかやったら高め多い傾向があるんやけどね。基本的にピッチャーリアタイにおいては低めが多い気がするけどな。ローボールヒッターって最強やな、そう考えたら。
高めきたけどまあボール球でしたねギリ。ていうかそもそもどこまでがハイボールヒッターのラインなんや。真ん中から高めやったらもうあれなんかな、ハイボールヒッターの圏内には入るんかな。よし2打席目回りましたと。いやーでもここはハイボールヒッター出なかったっすね。ピッチャー大勢フォークをぶちかましたい。これあれなんだな、シュートが打ちやすい方やから多分打てる。きた、うわー高めやけどギリボールか。まあ関係ないっすけどね、ハイボールヒッター出てないから。いけいけもうハイボールヒッター関係なく飛びますわ。やっぱ飛ぶよな、なんか飛ぶねほんまに。